大丈夫ですか皆さん、疲れてないですかいす ?2016 年のユーロの後に坂井選手にインタビュー、豪徳 <laughs> 選手にインタビューさせてもらったときに、やっぱウェールズとか見ててもう、そういうなんか戦術とか、そういう技術だけじゃないところが、やっぱ上にいくためには大事なんじゃないかなって言ってたのを、なんかすごい思い出したんですけど、ユーロとかもそういう視点で見てる豪徳選手にとって、じゃあ、ワールドカップで日本が、日本がこう、上にこうコンスタントにいくには何が必要なのかなっていうのは、すごい気になるんですよね。 選手目線で言ったら、まあ難しいのは分かってますけど、えっ、ー、とトップトップのチームで、やっぱり当たり前のようにチャンピオンズリーグとか試合数をこなして、えぇ、ー、やっぱ出れる選手、まあ今だったら冨安とか、えぇ、ー、まあ鎌田選手がどこ行くかちょっと分かんないですけど、やっぱそこからドルトムとかバイエルンとか行って当たり前に出る選手が増えてきたら、やっぱり必然的にこの能力っていうのは上がっていくかなって思うし、ベスト4以上の選手たちのフィジカル面、 90分、120分走ってもまだ走れるやんっていう、その、それがスタンダードになってるっていうフィジカルは、プロとアーマーぐらい違うなって、スピード感見てて思ったってのはあります。ね、それは自分、あの、自分ができてるとかそういうことじゃなくて、その、日本代表がベスト4で彼らとやってるっていう絵が、俺は正直見れなかった。ああ、まあ、ベスト16がまあ、ベターやろうなって思う戦いぶりを、今回のベスト8以降のチームたちは残してやってたんで、 でそれの力がつくのってどこなのって言ったらやっぱチャンピオンズリーグとか、まあ、自国のトップレベルの、えー、チームでやる選手たちが当たり前のようにそれを繰り返してやれるっていうことを、えー、やれるようになってきたときに初めてその強さってなってくると思うんであの前回の,やあの話でも言いましたけど日本って段階で言ったらちゃんと上がってきてるところではあると思うんで今は当たり前のようにこういう選手たちが増えたと思うんであとはトップリーグのトップトップのチームに 一人二人が行って活躍できる時代っていうのが、えー、来るまでしっかり、うん、今いる選手たちがステップアップしてやっていくのが一番じゃないかなって思うしむしろそれ以外でちょっと方法が見つからないっていうかこ,<れ>ここで受け止めます,か、うん、そうですねそのフィジカルの話は審技体の芯の部分を岡崎選手が主に最初言ってましたよねで今タイの話になったと思うんですけどもそこがまだ伸ばせるんじゃないかっていうのはよく言うことで日本はそこへの、うん 意識が足りなないいいんじゃないかっていう坂井豪徳選手はそこが多分スペシャルな選手だと思うんですけどそれだけコーチもつけてトレーニングしてるじゃないですか<う>パーソナルな、うん、それだからこそ見えてきてるんでしょうけどだまだそこ伸ばせろ伸ばせっていうことなんでしょうねそこで言うと僕が今日聞きたいのはその日本のサッカー界ってフィジカルとか筋肉をつけるとスピードが落ちる進行がすごく強くてやりたがらないこの間木崎さんがあの三笘選手にインタビューしてたじゃないですか だけど、三笘選手は比較的気にせずに筋肉をつけてるっていう話がありましたよね。そこもちょっと変わりつつあるのかなっていうのはポジティブかなと思うんですけど、木崎さんってそこはどう考えたんですかそうですね。まあ、ここ2、3年かなり変わってきたと思うんですけど、特に三笘選手みたいな象徴もいるから、昔カズさんがあったじゃないですか。カズさんがヨーロッパ行くときすごい鍛えて、 <laughs> 体大きくしたからスピード落ちて、日本でもちょっとでき、あの、あまりプレイが、いいプレイできなくなったみたいなことありましたけども、今は出力を高めるためには一定の筋力が必要だということで、あの、パワー系のトレーニングをやる選手がすごい増えていて、それが三笘選手が代表なんですけども、キレとスピードを維持しつつ、それをさらに増すための筋力トレーニングっていうのが今の時代で、で、ト徳選手とかは多分それに取り組んでると思うんですけども。だから結局あの、マリノスがフィジカル強化なんだよね。あの ポステゴグルーが1年目、2年目あのやったのは要するにあのサッカーをやるためのフィジカルをまあシーズン前もそうだしシーズンを通してあのトレーニングしていってフィジカルをとにかく強化するとそれは相当あのはあのハードにやったみたいですよねオシムもそうですよね結局オシムさんもジ、うん、ェフの時にやったのっていうのは最初もうほぼ素しりって言ってましたもん、ねうん、方法がいいかどうかは別としても、うん、あのサッカーがそういう方向に進んでいる以上は もうそこは避けて通れないことだし、うん。あの、まあ、彼の言ってることは本当に正しいと思いますよ、それは、そういう意味では。体力の消耗もフィジカルと関係してるんじゃないかっていうところがあって、うん、日本のバスケットボールが東京オリンピックまで、日本と平均身長がほとんど同じアルゼンチンのヘッドコーチを、まあ監督ですね、連れてきたと。うん、でもなんかどうも合わなかったんですけど、うん、ワールドカップで6戦全敗だったんですけど、 アルゼンチンって言ったらベスト4の常連ですね、バスケットボールでも。でも大会中の練習メニューが、アルゼンチンのヘッドコーチが求める練習量で、もう本番で使いちゃってたってんですけど。 で選手たちとか、例えば、世界大会で聞くと、一つあったのは、ワールドカップの時にあったのは、やっぱコンタクトして体力がどんどん削られていっちゃったっ。CA 機身長は同じなんだけど、その、だから、フィジカルをつけないといけないっていうのは、その、疲れやすいっていう消耗にもちょっとしたら繋がってるんじゃないかなっていうのは、ちょっと最近考え始めてる筋肉の持久力があるんでね。そ心肺機能の持久力もあるしそう,、ね、そ,うそうそうそう。筋肉の持久力もあるんで、だから、コンタクトのためにはそういうのがなきゃダメですよね。だいわき FC が もうスタンダードになるぐらいだといいってことですかね、うん、なかなか難しいでしょうけども、うん、J3 優勝して、事実上がってきましたけども、かなりもうあの筋力トレーニングが週2回とか3回とか、試合前日やるときもあるぐらいの、うん、今までの従来の考えからしたら、多すぎるだろうっていうことをやって、選手があそこは筋,筋肉留学に行くみたいな感じで行ってる選手もいるぐらいで、それでも怪我なくできてる選手もいるわけですから。うんあの だだんだん陸上とかのエッセンスが入ってるでそれで言うと、月間遠藤渡りでも書いてましたよね、と思うんですけど、カト時代の、シュツカートにいるときよりも、日本代表だと大会中やれないからかややたたい、体重が落ちる。あ、そうなんですか。はい、それはそうですね、遠藤さんは言ってて、うん、まあ、僕は遠藤さんに取材したときに、めちゃくちゃ痩せましたねって言ったら、もう、あ、もうそれ普通ですみたいな感じで、あ、だあの、代表期間中はトレーニング、ウェイトできないんで、えー、まあ、要はメニューに入っ代表のメニューでやんなきゃいけないんで。 結構落ちましたね体重落ちてるっていうのがその、ね、格闘技でも階級差があるけど、そのぶつかったときに体力を削ったりっていうところはあるわけで、すその辺のフィジカルっていうところはもうちょっと考えていかないっていういけないっていう、コンタクトだけじゃなくて、ぶつかってどっちが飛,ぶ飛んじゃったり跳ね返せるっていうところじゃなくて、走るとかそういうところでも関係していくのかなっていう気、うん、中村俊輔選手の場合だと、つ、はい、けようとしてもつかなかったっていうのがあったわけじゃないですか。はい それは単純に個人差の問題であって日本人だからつきにくいとかそういうのとは関係ないわけですね。誰でもある程度やったらつくるじゃないですか、ねうん、もちろんつきにくい効果が出づらいってあるでしょうけどもちゃんとその食べ物をケアして休養と回数をやっていけば誰でも上がるっていうのが本田選手の言い分でした。これははくなるのは難しいけど 筋肉つけるは誰でもでもきるっだからその食事だから日本のザ和食でずっと過ごしちゃってたら筋肉つけるためのタンパク質がやっぱ不足しちゃうとか高校生高校野球とかって、はい、あの体を作ることをすごくこうあのやってるじゃないですか佐々木朗希なんかそうです、ね、あのだから1日5 0 0 0キロカロリーあーロロリーあ,ーあーなるほどねとにかくたくさん食べて体を作って、はい、ででサッカーってそういうこと全くそういう視点全くないじゃないですか、はい その誰かが言い始めた、体を重くするとスピードが落ちちゃってっていう、はい、そこへの信仰心がすごい強いのかなっていう。やり方が間違った筋トレはダメなんですよね。うん、正しいやり方が今普及してきていて、うん、だんだん変わってきてるという。筋トレだけじゃない部分もやっぱり取り入れなきゃいけないので、その動きに直結する部分っていうところは、体幹もそうですけど、アジリーとかファンクショナル系のトレーニングを、やっぱりそこは野球の方が 進んでいることは確かです。ただ大きくするのではダメだっていうのは、もう清原和弘さんのタイミングで、やっぱ清原さんがうまくいかなかった時に、大きくなるんじゃなくて、大きいのを動かすっていう話を結構するので、遠藤さんはすごいそれがわかりやすいタイプで、筋肉つけると走れないくなる、スピード出なくなるっていうのを、本当かなって疑った時に、ボブスレーの元代表の人で、はいえー、50メートルを 6秒で走る方なんですけど、その人の時の体重が105キロだったと。100キロ超えてんのに、あの、6秒で走れる人がいるんだったら、それできないことはないんじゃないかって言って、その人に指示してずっとトレーニングしてるんですよ。筋トレも含めて。ウェイトするんですけど、プラスやっぱりファンクショナル、機能面のトレーニングで、試合で使う筋肉を鍛える。なんでやっぱ遠藤さんは、この4年間、 尋常じゃないほど試合に全部出てて、うん、で、デュエルで1位になってるっていうところの、フィジカル面のスタミナは本当にすごいなと思うんです。すごい参考になると思うます。そのボブスレーにつけたって。うん、ちょっと田村さんにもう一個答えるの、ちょっと、あの、いいですか細川選手に以前こういうこと言われたことがあって、自分とリベリーはほとんど身長同じだと。 だけど、リベリーは決して小さなフランス人とはドイツメディアに書かれないけれども、自分は小さな日本人で書かれる。なんでかって言ったら、胸板、この体の厚さが違うんだって細か選手が言ってて、それがすごく印象に残った上で、坂井豪徳選手にも結構取材させてもらって、坂井豪徳選手をドイツで見てた時に僕が感じたのは、ドイツで生まれ育った、まあ、ゲルマン系の母親の方がいるから、やっぱり体が分厚いんで、うん、あ、やっぱり日本の、 格だと日本人だとダメかなと思って僕日本に帰ってきたんですけどバスケットボール選手見てるとサ井選手と同じぐらいの体の厚さがゴツゴツいるんですよね全然サッカー選手より体厚いんですよその人たちが比較的そのヨーロッパ的なゲルマン系の血をしってなくてもそうぐらいの背がいるってことはある程度そのある程度しっかりちゃんとしたいものをやればつくんじゃないかなっていう気がしてますよねそうですよねだから に入ってくる子たちが大きくなくってあの、体格よりも、いや、フィジカルよりもテクニック重視みたいなね。でそういう子たちが、こう、あの、多く入ってきて、結果として、あの、今のサッカー選手のその、あの、体格なりね、フィジカルなりが、こうなっているのかどうかっていうのはちょっと。でも、あるんじゃないですか。ね。だって 若い子ちっちきい子はそれだけで才能なんだけどそれを褒めてくれる指導者がどれくらいいるかっつったらいないからそれは褒められた方に行くじゃないですか。先代代が去年インカレで明治大に勝ってるんですけどもめちゃ鍛えてるんですよ少しずつ日本も変わってきてると思うんでやっぱ真技体でいうと技のニーズがやっぱ高いですね技術への憧れがあってでもだんだんそこだけじゃ足りないってことが豪徳選手とか本田選手とかそういう人がいて変わりつつある。 と思ってますけど青森山田とかそうですね東北方面そうなんですよねやっぱ冬に中でトレーニングするしかないから丸はありますねあとアウトサイダーがやっぱ何かやってやろうっていうね落ちこぼれが仙台街とか集まってでも変わっていくという僕もう一個田村さんに質問してもいいですか大丈夫ですさっき本田圭介さんがペリシッチを目指せっていうことを言ってたっていう豪徳選手が例を挙げてたと思うんですけど俺はサッカーで個人個人 っていうところももちろん大事だと思うんですけど、俺はそもそもこれからの日本のジュニアだったりユースだったりってところが、当たり前のように足が速くて強くて、まあ、ケイスケ君がちょっと面白いこと言ってたのは、日本人はペリシッチみたいな選手を目指した方がいいって言ってたんですよね。もう俺はまさにそれだと思ってて、今の日本の戦い方やって、日本のベースを持って戦いに行くんだったら、俺はペリシッチみたいな、でかくて速くて強くてっていう、勤勉な選手を120分走れる選手を作る方が、 俺はすもちろんその中にあれは、ね、例外はいるとは思うんですけど俺はそういう、えー、思考っていうもうちょっとそのサッカーから一回ちょっと離れてみませんっていうところを俺はも々で見ていきたいなって思う2009年の年末のサッカーダイジェストの関東がオシムさんだったんですけどオシムさんがその時に日本人は「 クロアチアも、元クロアチア代表として活躍したオリッチを目指せって言ってたんですよね。そのちなみに2009-10シーズンの後半戦にオリッチはもう爆発して、リオン戦、リオンとのチャンピオンズリーグ準決勝でハットトリックしたりして、決勝に導く原動力なんだけど、それよりもちょっと半年ぐらい早いタイミングで、あの、オシムさんがオリッチを日本人を目指すべきだって、あれだけ走って、スタミナがあって、とか。 やれてっていうことを言ってたんだけど、大島さんってどういうふうにそういうこと、そういうことって他に田村さんが聞いたのでなんかありますあのね、サッカーがどういう,ふう方向に進化していくのかっていうね。要するにその、ローマの、古代ローマの,あのグラディエーターみたいな、ああいう見せ物になっていくだろう。さらにこのスピードはどんどんアップしていって、あの、速さとそういう強さとね。 そういう強度をこう、みんな求めるようになっていくんだっていう言い方はしてましたよね。で、僕はそれを聞いたときに、え、本当かよとか、結構、おしるの言葉って、あの、僕、書いてるけど、そ,それはもう、もちろん、あの、全部、変えたり盛ることなしに、ほぼほぼ言ったこと全部、その通り書いてる。 るんだけれども、あの、必ずしもその彼の言ったことを全部理解して書いてるわけではなくて、<laughs> で、なおかつ、その、これ本当かよとか思うらいの、あ <laughs> の、書いてることも、あの、まあ、まあ、ないわけじゃないと。で、ただその、後になって見てみると、うん、ああ、でも、いや、いや、これはこういうことだったのかなっていうね、こう、後になって分かることも、まあ、今、今でもそういうのも、こう、たくさんあるし、